はいどうもこんにちは、日経仮面です。今回は続報になります。以前もトランプさんのフロイダでの家での家宅捜索について動画を出しましたが、それの続報ですね。search warrant affidavit for Trump's Mar-a-Lago home released。つまり以前の動画で言っていた、その家宅捜索をするための捜索令状をですね、それを獲得するための先制供述書が公開されたっていうことです。なので今回は主にそちらの方を見ていきたいと思います。 最近は本当に FBI に対する信用っていうのがガタ落ちなんでねこういうねちゃんと公開してその透明性を確保してその信用を取り戻すっていうのはすごく大事だと思います、はい、こちらがその先生供述書なんですけど見ていきたいと思いますあれほとんど何も読めなくね はいそういうことなんですよね。めちゃくちゃ黒塗りで公開されています。でもまあ黒塗りされていないところをちょっと見ていきたいと思うんですがやっぱねこんなんじゃ信用回復できないですよね。はいまずねこちらの家宅捜索に至るためのその捜査どういう経緯で始まったかっていうことなんですがこの捜査が始まった理由っていうのが United States Archives and Records Administration, 通称こちらがあの 国立公文書館だったかなそんな感じの組織ですね。そちらの方から DOJ の方に連絡があって、これが2月の出来事ですね。そちらの方に、まあ、通報みたいなものがあったっていう話なんですね。で、それの経緯っていうのが、その NARA の方がトランプさんになんかこういう書類持ってってないかみたいなそういうなんかね、連絡をしていたらしいんですね。で、1月に15個の 箱にに入ったた書類がそのの方に提出されたらしいんですね1月にその15個の箱が提出されて2月に DOJ の方に通報が入ったっていうことですねでその内容をチェックすると、まあ、あのいろんな機密みたいなふうにマーキングされている書類があったっていう話ですねそれでその機密情報の取り扱いが 違法だったんじゃないかっていうことで、捜査開始っていう話らしいですね。で、その捜査の一環として、その家宅捜索を行うっていうことになったらしいんですが、その求めているものが、その記録だけではなくて、家宅捜索を行うことによって、その公務執行妨害みたいな、そういったものの証拠が見つかるっていうようなことを言っているんですね。 そこが僕にとってはちょっと謎で、その妨害の証拠っていうのが何なのか、その妨害っていうのが何の話なのかっていうのがちょっとわからないんですね。今まで出てきた情報だとちょっとわからない。で次が、ここら辺はね、もう法律がどういうふうに書いているとか、そういったこととかばっかりなんで、今回の事件とは関係なくね、こういう情報、 えー、機密について、こういうもの、こういう法律があるとか、そういったことの説明ですね。で以前、捜索令状にも書いてあったっていう、その法律の方が書いてあります。で大事なところが、ここら辺ですね。このプラボボ・カーズていうところ。まず、奈良からの通報についてです。けれど、まあ、その十五個の箱の中にね。いろんなその機密というふうにマーキングされている。記録書類とかがたくさんあったっていう話で、それで捜査に。 移ったっていうことなんですが、ナーラっていうのがトランプさんのスタッフとちゃんと連絡取り合っていて、その15個の箱を提出するためにも、そういうコミュニケーションとかはずっとあったらしいんですね。で、そこら辺のその箱を提出したこととか、そこら辺の情報がリークされたとかっていうことがあって、弁護士の方から手紙が来て、 これに関して何かするときは、この手紙を添付しとけ、みたいな、そんなことを書いたらしいんですね。で、ここら辺からね、思いっきり黒塗りされているわけなんですね。2021年の1月、つまり、その大統領の切り替わりの時期ですね。その時に、引っ越し用のトラックが、そのマララーゴの家にいたっていうことが目撃されている。で、黒塗り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 、はい。 2021年の5月ら辺にナーラがトランプさんのスタッフに見つかっていない記録を求めて連絡したっていうことで,で12月にトランプさんのスタッフの方からナーラの方にいくつか箱が見つかったっていうことを言ったらしいですねで黒塗り黒塗り黒塗りまあ分かってるのはその次の月の1月に15個の箱が提出されたっていうことですねで今年の5月 FBI がその15個の箱の 中身を確認したところ、いろんな機密マーキングの入っている書類があったということですね。黒塗り、黒塗り、黒塗り。で、またその弁護士からの手紙ということについて話してますね。で、追加でですね、えー、報道された情報で、キャッシュ・ポテルという人が以前トランプさんの結構トップの人だったらしいですけれど、今年の5月に報道されたトランプさんがフロリダの家で、そのマララゴで、 機密情報を持っているっていう報道がミスリーディングだというふうに言ってですね。なぜかっていうと、Potel alleged that such reports were misleading because f p o t s had declassified the materials at issue。なぜなら、元大統領、つまりトランプさんが、そこら辺のものは全部機密じゃないというふうに宣言したからだというふうに言っているということが、もうここにも書かれているわけなんですね。だから、そこら辺の 書類とかっていうのがもう機密ではないっていうことが主張されているっていうことを既に把握しているっていうことですね。えー、黒塗り黒塗り黒塗り。えー、6月に DOJ の弁護士がトランプさんの弁護士に手紙を書いた。で、その施設が機密情報を保管してはいけないところだっていうふうに言ったらしいですね。でその 手紙の一部ががここに書かれているわけなんですが、まあ、前の動画でも言ったようにねその大統領っていうのは機密情報をこれもう機密じゃないよっていうふうに宣言する権限がもう絶対的な権限があるのでこれに対してこちらの方で保管されている情報は機密じゃありませんと言えばもうそれで済む話のはずなんですよ黒塗り黒塗り黒塗り 黒塗りもうね大部分が黒塗りになってるんで何が含まれているのかっていうのがもう見当つかないですよねでねこの捜査の結果そのモララゴの家にその機密情報があるというふうに自分は思うっていうことですねこれはつまり FBI 捜査官が裁判官に対してそう宣言しているっていうことですで でこういったことがあって、こういう法律の違反行為の証拠があると思われますというふうに宣言しています。で、この記録を公開しないようにっていう、そういうリクエスト、その申請も行っています。ここら辺は捜索の時にプライベート情報をどう保持するかみたいなことを書いてますね。で、この Exhibit1 というふうに 言って、て同封されているこちらですね。こちらがそのトランプさんの弁護士が DOJ 宛てに書いた手紙です。DOJ が捜査しているっていう情報があるぞっていう風に言っていて、ナラが求めた情報はちゃんとナラに提出したっていうことを言って、そしてちなみにここら辺覚えておけよっていうことで、大統領が書類を機密扱いを外すその権限が、絶対的な権限があるっていうこと。 機密情報に対する大統領のの行動は刑法の管轄外だといいううふうに言っています。だからね、弁護士の方からもうすでに釘を刺されていたわけなんですね。そして DOJ は政治的な影響から守られるべき。で、DOJ は裁判官などにちゃんと全ての情報を開示するべき。つまり、人を悪者扱いするような情報だけではなくて、 無実を証明するような、そういう情報も開示するべき、という、そういうことを言っていますで。これはどこを捜索するか、どういったものを押収するかっていう情報ですね。で、これで終わりです。というわけでですね、もうね、あんまりね、情報が得られなかったですよね。この不透明さはやばいですよね。で、ここら辺のこういう黒塗りっていうのを、ちゃんと裁判官の方も、まあ、あの、例のエプスティンの弁護士だった裁判官も、 それれを許可したっていう話なんですけれど、この黒塗りした理由っていうのが捜査官や証人というかねえ目撃者とかそういった人たちの情報を守るためっていうことなんですが普通ねそういうなんか人の身元を隠すためっていうことになるとその人の名前とかその人のポジションとかそういったものをところどころ黒塗りするっていうのが普通なんですよね。こんなね、もう、 このページ何も読めないぐらいこんだけ黒塗りするっていうのは基本的にありえないんですよね。だからね、ここら辺の説明をぜひ聞きたいですね。もう読めないぐらい黒塗りしているんで、これはね、FBI なんか隠そうとしてるんじゃないかっていうふうに言われても仕方がないレベルの黒塗りですね。でトランプさんのコメントっていうのは、こちらの先生供述書からわかることっていうのが、 やはり捜索令状を発行するべきではなかっただろうっていうふうに言っています。とにかくね、最近 FBI はね、本当スキャンダルとか不祥事とかなんか本当いろんな問題が多くてですね、本当に信用がガタ落ちですね。なんなら一部の議員とかが FBI はもうオーバーホールするもしくはもう解体して新しい組織を立ち上げた方がいいんじゃないかっていうような話も出ているぐらいなんですね。 もうね、最近のその FBI の行動を見ていると、本当に政治的な理由で行動しているっていうふうに思われても仕方がないというかね、それ以外に思えないっていうような行動が最近目立っているので、本当ね、そこら辺、なんとかしないといけないんじゃないかっていうふうに思います。まあ、個人的には、やっぱ、FBI、おそらくやっぱ上層部ですよね、腐ってんのが。だからそこら辺をね、 そういうね、あの、腐ってる奴らを洗い出さないといけないんじゃないかっていうふうに思います。ちなみに今回家宅捜索を行った部署っていうのが、以前、ロシアゲートの方で証拠をでっち上げたっていう、そういう部署と同じ部署らしいですね。同じ人たちではないかもしれないんですけれど、同じ部署らしいです。だからそこら辺もね、そういうところが重なってくると、やっぱもっとちゃんとした方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回は以上となります。 ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。